アカデミックの世界のコンプライ意識や単位制度についてどう思われますか学生は睡眠時間返上で課題をこなすのが当たり前とされ、精神障害に限らず病床への配慮も少ないと感じます。また、ASD 的気質と権威が結びつきやすく、私自身大学時代に言葉足らずな男性教授の指導に挫折しました。あつまり、教授に ASD っぽい人が多くて、 そこで赤原を受けやすいってことを言ってるのかな自分が今高校生に戻ったとしても、上記の問題で進路選択の幅が狭いだろうと思います。で、えっ、ー、と、だからアカデミックの世界のコンプライ意識や単位制度についてどう思われるか。コンプライ意識ですかまあ、薄いでしょうね。<laughs> こういうこと言っちゃいいのかなやっぱり、大学って、その、ね、あの、安田行動の もうみんな知らないだろうな。でも私も生きてないんですけど、あの、1960年代とかの闘争でわかるように、基本的には、あの、国家権力でもちょっと踏み込みづらい領域ですよね。大学は自治がされてるので。えー、だから、まあ、で、あと、研究室とか研究所って非常にこう、一国一城というかですね、非常に高い壁が、 あって、なかなかその大学とかの教職員もそこにこう踏み込みづらい、何を行われているのか分かりづらいっていうのは、まあ正直あると思います。ですので、まあコンプライ意識が高いか低いかというと、まあ低く、低くなりやすい、なんか素地があるかなというふうには思いますね。 ただ今、あの合理的配慮というのは当然、大学にありまして、えー、と来年からは私立の大学も全国でですね、えー、合理的配慮しないといけないことになっています。でそれはあの教員も職員もあのいろんな場面でその大学でですね、しないといけないので、まあ、このあたりは特に障害に関しては、ですね法律の,あの盾がしっかりと。 えっと、できますよっていうのはちょっとお伝えしておきたいとは思いますね。い,いろんな人がいますので、まあそういう人とやりとりするときに、やはり法律の知識を持っておいて、まあそれやっぱりちょっとおかしいと思うから、えー、お互いのためにしっかりとしましょうよっていうのはあった方がいいですね。単位制度はちょっとどうかなでも今の日本の大学生ってね、私の頃と違って、えー、20年前と違ってものすごく勉強してますよね。 だから、ま、確かに、あの、睡眠時間返上で、日本の大学生も勉強しているかなとは思いますが、まあ、どうかな。それが赤原と結びつくかと言われると、うん、かもしれないですね。単位っていうよりも、大学院のところとかの研究室とか、もう少し、こう、その依存関係が多い。大学のね、学部の時代だったらいろんな、 試験から取ればいいので、あの、教科から取ればいいので、一人の教授とかからのその赤原みたいなものは、学業的には受けづらいかもしれないんですけど、まあ、研究室とかに入るとね、あの、かなりロックされちゃいますので、まあ、そこは少しやっぱり気になるところかなと思います。